倒すも何も幕府はもトリギ砲や和洋折衷のアクションである銃剣など西洋の技術を生かした武器をうまく活用すれば強敵にも打ち勝つことができるのでぜひマスターしてください。幕末を生きる人物たちと紡いだ因縁が物語に大きく影響します。ぜひライズオブザ浪人で一人の浪人として運命を切り開いてください。本作の舞台の一つ横浜です。19世紀幕末の時代、最初に国外に開かれた横浜では和と洋が入り混じった独特の街並みが広がっています。主人公は鍵縄を使って屋根の上に登ったり、装置アビキルを使って高所から滑空し上空を移動することも可能です。攻撃やガードを駆使しながら敵の攻撃を石火で弾いて体勢を崩すことも可能です。敵の武器と相性の異流派を選ぶと戦いを有利に進めることができます。Thank you.